今回はスラッカーガー軟式外野手グラブのレース交換そしてグリス交換修理とアップしていきたいと思いますレースの方はです、ね、ところどころ切れていた部分という形がありましたのでしっかりとですね修理させていただきました上部レースの部分そしてですねウェブレースさらにですね手前の土手のところですね 切れております。さらにですね、えー、グリスの方も切れて もう本当にスカスカの状態だったので改めてさせていただきましたそしてですねクリーニングとメンテナンスもしまして安心してお使いできる状態にてさせていただきましたやはりですねクリーニングでもともとこちらの樹形面のカラー見えなかったんですけども見えるぐらい経営させていただきなんですけれども一番はですね肩の方がですね非常に良くなりましたそしても安心してお使いできるかなと思いますさらにですね クリーニングとメンテナンスしたことによってちょっと硬く硬化してた革だったんですけれどもそこちらの方もですねしっとりしなやかなレザーに直ってきましたそしてもうですねお使いできるレベルまでやらせていただきましたもうこちらでですね安心してお使いできるグラブとなっておりますのでぜひですねこちらのグラブにて引き続き野球の方楽しくプレイしていただければと。 思っておりますではこちら以上です。ありがとうございました。